おや、この乱世に身を立てるつもりか。確かに大きな才能を秘めておるようじゃ。そなた、名を何というのかね。すまんが、性別を聞かせてくれんかね。顔つきはどうであろうな。そなたの体格はどのようなものかね。そなたの小姉の質を教えてもらえんかね。ところで、そなた、得意な武器はあるかね。さて、そなたは誰に仕えたいと願うね。そなたはこのような人物なのじゃな。なるほど、優れた資質を持っておるようだ。しかし、それを生かせるか否かは生き方次第。さて、そなたはどのように生きるのやら。世は聴覚という町内師が率いる黄金の暴徒に荒らされている。我らはこれを討つため紀州へと赴き、黄金討伐軍へと参じる。黄金の兵たちはもともとは民、その練度は低い。我が精鋭にかかれば直ちに反乱は鎮圧されよう。行くぞ、世を騒がす賊を駐するのだ。お前が新しく私の軍に入る兵か。この孫中坊の軍の一員となったからには、兵であれ天下に己の地位を示すという気概で奮戦せよ。この戦、私たちの軍は敵武将の撃破を任務とする。皆で力を合わせれば敵の将など恐るるに足りん。各人の奮戦に期待するぞ。この戦、お前の実力を測るのにちょうど良い機会と言えよう。お前への期待が無駄ではないこと、実力で示してみせよ。進め、我らで敵を打ち倒すぞ。はい、まだ戦になれるならば私のそばで戦うのだ。
このまま追い立てろ。一気に押し切るぞ。戻れ。お前一人の力では何もできん。私が討ち取りました。敵将、私が討ち取りました。私が討ち取りました。これぐらいでいいだろう。次に行くぞ。
私が討ち取りました。これぐらいでいいだろう。次に行くぞ。敵じゃな、我らに押し返してやろう。私が討ち取りました。待て、これを受け取れ。私が討ち取りました。よし、これからもこの調子で行くぞ。働きをしたな。お前は兵士で終わるには惜しい才を持っている。次の戦からは一つ上の階級で戦に臨み、さらなる戦果を上げよう。この
この剣は私が使うために作らせたものだが、特別にお前にくれてやろう。お前ほどの腕前ならば扱いを覚えるのも容易なはずだ。